よし、おはようございます。おはよう、みんな。朝から来てくれてありがとう。嬉しい、今日も可愛いって、ありがとうございます。起きてまだね、40分ぐらいしか経ってないかな。おはよう。みんな今出勤中ですか？準備中ですか？登校中ですか？もう仕事始まっちゃいましたか？9時からの方が多いっちゃろうかね、お仕事って。お、電車の中いいね。こっそり見てください。じゃあラジオでもいいのでそうそう、チーム対抗波動大会が始まるんですよ。そう、お台場のなんか波動ができる、あのその専用スタジオ、何、専用コートみたいなところで行われるみたいで、そう、全部で6回試合があって、そう、毎回3人ずつチームから、そんな感じのイベントとなっていて、そう、お見送りがあったりとか、写真撮影タイムがあったりするみたいなので、皆さんぜひ来てください。あの、ぜひ行ってください。まず第1回目は私は出ないんですけど、第1回目は6月10日の12時までがチケット販売なので、皆さんぜひ第1回目から見てください。今からお出かけいいね。行ってらっしゃい。もう準備できた？完了？もう仕事なの、会社なので落ちますねって。またよろしくって、ありがとう、頑張って。嬉しい、みんなお仕事前に来てくれるんですね。今日は在宅勤務なので終わりまで見られる、本当に嬉しい。じゃあ、あのテレワークしながら、在宅ワークしながら、うん、見て、ラジオでもいいので。そう、対決するんですよ、波動。波動ってみんな知ってますか？私も今回初めて波動っていう競技出会って、初めて知ったスポーツだけど、そう、なんかカメハメハみたいなやつをなんか VR をつけてやるみたいな、なんかドッジボールみたいな、簡単に言えばドッジボールの VR 版っておっしゃってましたよ。うん、こうやって投げたらなんか、何、こうカメハメハのさ、ドラゴンボールの火の玉みたいなのに変わって、それをこう避けたりするみたいな。ボールは投げるんじゃないかな。どうやっちゃろう。私もそこはちょっとよく分かんなくって、こうやってやるんじゃないかな、分からん。見たことある？本当？あさってお話し会楽しみ、嬉しい。お話し会来てください。おしましもできるので、皆さんおしましでも、あの、今回買ってないよって方はおしましでも待ってますね。そう、このイベントを通じて知ってくださった方もたくさんいると思うので、うん、投げるふり、滑れば投げれる。なんか私のイメージはそうですけど、わかんない、やってみないとわかんないけど、うん、やったことないのでまだ。そうそうそう、この間初めて知りましたね。そう、なんか軽くさらっと説明を
みんなで受けて、そう、その時に初めて知りました。うん、そう、今日の夜オタ活仲間と焼肉一緒に食べるの、え、すごい、焼肉いいね、ファンの皆さんでいいじゃん、そういうなんか仲良くなったりっていう、そういう出会いもあるっちゃね、やっぱコンサートとかね。おはよう、みんな、おはようございます。うん、そう、皆さん、私も参戦できるかな、いつか、どうだろう、もしね参戦できる日が来たら、あったら、もし来てください、その時は。全然どういう競技か、どういう風にやるのか分かんないけど、まあ、とりあえずなんかドッジボールみたいな感じって聞いてます。ドッジボールのなんかボールがなんかカメハメハみたいな、なんか火の玉みたいに見えるものみたいな。明日と明後日仕事頑張れば、お話し会やから仕事頑張る、嬉しいね。そうですね、私に会うためにお仕事も頑張ってください。うん、あ、そう、配信もね、そうあるみたいなので、皆さん配信の方もね見てください。そう、なんか応援できる感じになってるらしくて、そう、スマホでも、そう、応援してください、ぜひ。うん、そうそう、ドッジボールみたいな感じですって習いましたよ。ドッジボールみたいな感じでこうやって投げたりするって、逃げたり投げたりする、避けたり投げたりするか、うん、そういうスポーツだって聞いてます、私も。はい、おはよう。そうそう、一応配信には登録した、嬉しい、ぜひ。初回はね6月の23日なので、23日木曜日かな、木曜日かな、なのでぜひ。そう、楽しそうだよね。そう、でも私ドッジボール苦手なんですよね。だからでもボール、いや本物のボールを使わんやったら、もしかしたらできるかもしれないので、頑張ろうかなと。え、どうやっちゃろうね、ボール持つのかな。ボール持つなら私絶対弱い。そう、ドッジボール苦手。いや、すぐ当たっちゃわないけど、ずっと逃げる、ただ逃げる、ボールキャッチできないので、はい、逃げ戦です。もうなんならさ、本当はね、私いつもねあれ出したよ、小中学生の頃は、あの外野になりたくて、外野じゃんけん、みんな女の子ってね外野になりたいんですよ、ドッジボール嫌いな子って、苦手な子って。そうだから外野じゃんけんに参加してました。で負けて、あーってなって、中に入んないと怖いってなって、そう頑張ってました、逃げまくってましたよ。うん、そう、チーム対抗で、そう、推しメン決めて、そう、そんな感じ、なんか推し、自分の推しを応援できるみたいな感じになってるらしいです。そう、頑張ってくださってありがとうございます。そう、近未来スポーツ、うん、そう、ドッジボールみたいなゲームみたいですね。そう、でも楽しそう、波動大会。うん、おはようみんな、嬉しい、出勤前、出勤中に見てくれて、うん、ありがとうございます。そう、
波動やったことある方はさすがにおらん？おらんちゃろか。やったことある人おる？いい運動になりそう。うん、確かに確かに。今日も朝から可愛いお顔見れて仕事頑張れる。本当に嬉しい。頑張ってください。お話し会で歌おうかな。何歌ってほしい？何だろうな、何だろうな、うーん、何やろな。じゃあ狼とプライド。ハッシュタグ好きなんだ。歌ってくれれば、うん、嬉しいですね。おはようみんな。推しの笑顔が原動力。え、嬉しい、そんなこと言ってくれてありがとう。残念ですが早退します。早退しますって可愛いね。ゆめみもこいちさん、ありがとう。頑張ってね、お仕事。うん、そうですね。じゃあみんな占いしましょうか。ハッシュタグ好きなんだ、ぜひ。狼とプライド。うん、何、どっちでじわじわ一人を殴り倒すのかな。最悪じゃん。だから悲しいお知らせは何、聞きたくないかな。よし、じゃあマイナビさんの占いランキング読みたいと思います。マイナビ、6月9日ですよね。はい、6月。今起きた、嘘、ダメやん、寝坊、寝坊じゃん。はい、占いお姉さん行きます。よし、蟹座がいいランキングでありますように。じゃあ行きますね。おー、待って、これじゃあさ12位から読む？もう12位から今日から読むわ。今日から12位読もう。12位からでいいですか？じゃあ行きますね。12位は、あ、待って、1位から読んだ方がいいのかなこれって。え、1位と12位からってどっちがいいの？待って待って、これいつもさ1位からだっけ。1位からいつも読んでる。みんなじゃない、みんなじゃない、テレビ番組11位から。でもさ、11位からだっけ、いつも1位から読んじゅらん、テレビって。1位から読んで12位最後じゃない、いつも。どうだっけな。みんなは下から、あ、待って、これあれだよ、このランキングじゃないよ、このランこのショールームのランキングじゃなくて占いのね。あ、11、あ、いや、違う、いつもは私11位から読んでるっちゃけど、普通はどっちから読むっけ、普通は1位からだっけ。まあなんでもいいか。1は、そうね、そうですか。じゃあもういつも通り、12位から読んだ方がいいのかな。あ、12位と1位どっちだろうみたいな。11でいっか、 OK。 あ、悲しい。11位は蟹座のあなたです。私蟹座11位だって、今日ダメじゃん。11位の蟹座のあなたは6月22日から7月22日生まれのあなたです。はい、あなた自身がここにいるとホッとすると思える場所で今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると
自分のいいところが見えてきたりします。そんな感じだな。あなたのラッキーアイテムは筆ペンです。筆ペン、ラッキーカラーはシルバーです。シルバー、本当にドンマイだよ本当に。しかもね、何、目覚ましテレビのランキング最下位でした。今日最下位だった。そう、はい、11位でした。でもギリギリセーブだからね。続いて10位はおうし座のあなたです。おうし座、おうし座は4月20日から5月20日生まれのあなたです。行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、何を済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。家に引きこもっていいところに見えるのは最高。そうね、そうね、確かに確かに、そうですね。そう、どっちも最下位だった、めっちゃ残念。筆ペンってなかなか最近持ってないそう。もちろん私もはやぶさ306に進化してるやん。みつたかさん面白い、おはよう。そんなおうし座のあなたのラッキーアイテムはヘアブラシ。ラッキーカラーはグレーです。グレー、シルバー、グレーってなんか普通の色ですね今日は。9位は魚座のあなたです。魚座はね、2月19日生まれから3月20日生まれのあなたです。はーい、ネガティブな発言は悪いものだと考えすぎないでください。今日はたまる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて順調に過ごすことができます。そんな魚座のあなたのラッキーアイテムはバスソルトです。バスソルト、ラッキーカラーはグレーです。グレー、あ、間違えた、ラッキーカラーはボルドーです。待って、魚座のあなたのラッキーアイテムはバスソルト、ラッキーカラーはボルドーです。ボルドーって赤やったっけ、赤系ボルドー。続いて8位は水瓶座のあなたです。水瓶座1月20日から2月18日生まれのあなたです。無理に周囲に合わせるのではなく、まずは自分を優先して OK です。すると自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。そんな水瓶座のあなたのラッキーアイテムはスポーツウェア。ラッキーカラーはスカイブルー。かっこいい、スカイブルーです。初めて出てきたかも。ありがとうございます、お星様、ありがとう。はい、スカイブルーっておしゃれじゃない。スカイブルーってどんな色、空色、スカイだから空色かな。じゃあ7位は天秤座のあなたです。天秤座は9月23日から10月23日生まれのあなたです。ちょっとのんびりムードで動いてみると考えをすっきりと整理できたり、頭が、何これ、え、これ何ですか、なんてこれ、何、頭が何ですかこれは。二水に、こんな字、
二水にこんな字得たりするらしいです。なんていうの、頭が二水にこれ分かんないよね、なんて読むんですかこれは。みんな読んで、待ってこれね本当に分かんない。でも読んだらあーってなりそう。待って、でもさ読めないから検索できないよね。あ、分かった、二水の字って調べてみるわ。水の字、おお、あ、ん？あった。え？おお、頭が冴える、冴えるか、冴えるらしいです。はい、冴えるちょっとのんびり天秤座のあなたはちょっとのんびりムードで動いてみると考えをすっきりと整理できたり頭が冴えたりする日です。特に食事は慌てて食べるのは NG。 落ち着いて座ってよく噛んで食べてください。して調べたらいいのに、頭いいね、頭いいですね。はい、頭が冴えるらしいです。はい、続いて、6位のあなたは、あ、間違えた間違えた間違えた、6位、乙女座のあなたです。乙女座6位はね、8月23日から9月22日生まれのあなたです。今日のあなたに幸運を運んでくれるのは芸術や表現、音楽や写真、文学、映画やドラマなど、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みやジャンル以外にも楽しむのがポイントです。そんな乙女座のあなたのラッキーアイテムは鏡、鏡。ラッキーカラーはグリーンです。グリーン、今日の色普通が多い気がする。あ、待って待って、天秤座のあなたのさ、ラッキーアイテム40らんかったから読みますね。天秤座のあなたのラッキーアイテムはステッカー。ラッキーカラーはレッドです。レッド、赤で、乙女座がラッキーアイテムが鏡、ラッキーカラーがグリーンです。はい、嬉しい。電車の中から配信見てるって、みつきちゃんおはよう。あ、水亀座はね、水亀座で合ってるっけ水亀座だっけ。ラッキーアイテムがスポーツウェアで、ラッキーカラーがスカイブルー。めっちゃおしゃれ、間違ってたらごめん続いて5位は獅子座のあなたです。獅子座のあなた、7月23日から8月22日生まれのあなたです。はい、何かをしているとこうしたら面白いかも、これをしてみようと発想が広がる日。思いついたままに動いていくと楽しさや充実感がどんどん深まってきます。ほう、そんな獅子座のあなたのラッキーアイテムはフォトフレーム。フォトフレーム、ラッキーカラーはビビットイエローです。ビビットイエローだって、ビビットイエロー、めっちゃあれじゃない、黄色、めっちゃ黄色ってことだよ。うん、そして4位はお羊座のあなたです。お羊座、
3月21日から4月20 3月21日から4月19日のあなたです。今日知り合った人や話題に上がった人が今後のあなたの人生に、すごい、今日知り合った人や話題に上がった人が今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかも。この運気を生かすためにも、こまめに自分の外見をチェックしてください。はい。そんなお羊座のあなたのラッキーアイテムはシルク。ラッキーカラーはピンクです。ピンクちゃん。ピンクちゃんになりましょう。はーい。そうですね、続いてドドン3位はいて座のあなたです。いて座はね、11月23日から12月21日生まれのあなたです。あなたの中で友達を思いやる気分が自然に大きくなりそう。最近どう？と言葉をかけるだけでも OK ですから、あなたから友情を示してみてください。そんないて座のあなたのラッキーアイテムはアイスクリーム。いいな。ラッキーカラーはアクアブルーです。アクアブルーです。はい。続いて2位はヤギ座のあなたです。ヤギ座ラッキーアイテム、間違えた。ヤギ座さんはね、12月22日から1月19日生まれのあなたです。最近どう？最近めっちゃ楽しいよ。だっていて座ってこと？ヤギ座、あなたの能力や魅力を認めて協力を申し出てくる人、あなたの能力や魅力を認めて協力を申し出てくれる申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って。大切なのは媚びを売らないこと。ありのままの自分でいれ、待って。あなたの能力や魅力を認めて協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは媚びを売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていて OK です。はーい。そんなヤギ座のあなたのラッキーアイテムはクリップ。クリップ、ラッキーカラーはブラウンです。ブラウン、そろそろ仕事行ってくるねって、行ってらっしゃい。じゃあ今日の12位いきますね。最下位はサソリ座のあなたです。サソリ座さん、10月24日から11月22日生まれのあなたです。媚びを売るって本当だよ。はい、サソリ座さん、今日はあなたにわがままを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは聞き入れなきゃと考えて疲れてしまうかも。場合によってはスルーしても OK です。だってスルーしてもいいらしい。そんなサソリ座のあなたのラッキーアイテムは馬のモチーフ。はい、ラッキーカラーはライトブルーです。ライトブルーです。はい。じゃあ1位は双子座のあなたです。今日の1位、双子座のあなたです。双子座さんはね、5月21日から6月21日生まれのあなたです。趣味や好きなことに時間を使うと吉。めっちゃ微妙。
すると今日は他のことでも素晴らしいアイデアがひらめいたり自分が湧いてきたりするはず、自信が湧いてきたりするはず、自分が湧いてきて怖って思って、自信が湧いてきたりするはず。趣味は普段から気が合う人とかが OK です。気が合う人とかが趣味は普段から気が合う人がいいでしょう。はい、そんな双子座のあなたのラッキーアイテムはスカーフ。ラッキーカラーはゴールドです。イッチっぽいね、色がゴールドだって。ゴールド、はい、皆さんどうでしたか、ランキング。私は11位でしたね。11位は筆ペンにシルバー。シルバーね、でも私アクセサリーシルバーが多いかも、だからいいかも。うん、はい、じゃあ次、じゃあ今日どれいきますか。恋愛運、金運、仕事運、健康運、誰がいいですか。今日の何が知りたい？恋愛運、金運、仕事運、健康運。どれがいい？健康運ね。OK、一番に来たので健康運読みます。健康運はね。じゃあ12位から読みますね。サソリ座のあなたの健康運はじゃじゃん、些細なことにピリピリしてしまい思った通りに一日を過ごせない日、ストレスと疲れから気が立ってしまい感受性がとても鋭くなってしまいます。今日は心を穏やかに過ごせるよう楽な格好で体を圧迫しないようにすると工夫し、圧迫しないようにするなど工夫をしましょう。え、すごい、こういう、こういう健康運すごいね。だってえ、めっちゃいいかも。え、めっちゃいいかも。健康運意外といいよ。続いて蟹座11位いきますね。健康運、溜まった疲れが原因で体調を崩しやすい一日になりそうです。今日のあなたには十分な休憩が必要です。例えばぐっすり眠るために、何、寝る道具に凝ってみてはいかがでしょうか。はい、自分に合った枕を探してみることなど気分転換にもつながります。だって疲れが溜まって体を崩しやすい一日になるそうなので、蟹座のあなたはちょっとなんか抱き枕を抱くとか、まあなんかリラックスできるように寝るといいんじゃないでしょうか。枕を探してみる、マイ枕ってやつですかね。はい、続いて10位の牡牛座のあなたの健康運は、友人と些細なことで口喧嘩になり嫌味に感じることを言われたりしてしまいそうです。今日は言い合いになっても物事は解決せずストレスだけが溜まってしまいそうです。時間を置くか、謝ってみるようにしましょう。はい、はい、いいですか。なんかみんなストレスじゃん。みんなストレスですね、今のところ。じゃあ9位いきますね。9位の魚座のあなたの健康運は、情緒不安定になりそうな日、情緒不安定になりやすい日、些細なことがあなたの感情を揺さぶり、友人にも心配をかけてしまいそうです。疲れとストレスが溜まっているので待って、みんなストレスやん。疲れとストレスが溜まっているので気疲れしています。深刻に考えずマッサージなどで体を癒しましょう。はい、みんなストレスが溜まってるみたいなのでね、溜め込みすぎず
休んでください皆さん。はい、じゃあ8位の水瓶座のあなたの健康運は、海外の健康法など今までチャレンジしたことがないことに取り組んではいかがでしょう。今日のあなたは頭が冴え渡り、すっきりとした一日を過ごせそうです。未体験の健康法でも長所を理解でき、自分のものにできるでしょう。お、水瓶座の方はストレスないみたいですね。じゃあ天秤座のあなた7位、健康グッズの購入に月がある一日です。おお、今まで気になっていた健康グッズやサプリメントを買ってみてはいかがでしょうか。いつもは三日坊主で終わってしまうものもしっかり元が取れ、効果を実感できるかもしれません。すごい、この方も天秤座の方もストレスはないらしいですね。じゃあ続いて6位は6位はじゃじゃん、6位の乙女座のあなたの健康運いきます。今日のあなたは仕事で多忙を極めるでしょう。そのため毎日続けていたダイエットやトレーニングが辛く感じてしまうかもしれません。自分に合った無理のない方法を探し、余裕を持って行動しましょう。はい、続いて5位の獅子座のあなたの健康運は、意気込んで新しいことを始められる一日になりそうです。好奇心旺盛な一日になるため、情報通の友達と話をしてみるといいかもしれません。新しい関心や知識は生活のリズムに弾みをつけてくれます。すごいすごいいいね。はい、やっぱ順位が上がれば上がるほどストレスはなくなってるみたいですね。4位のおひつじ座のあなたの健康運は、いつもより集中して仕事に取り組みそうです。ほう、精力的に仕事に取り組むあなたに上司から評価も高まりやすい日です。もしつまずいたら知人に相談してください。他人の意見を交えることでさらにいいものが出来上がるでしょう。はい、続いて3位のいて座のあなた、いて座のあなたの健康運は、女性の友人から良いダイエット方法を教えてもらえそうな日。今日のあなたはさまざまなことに熱心に取り組むことができます。友人から教えてもらったことにも熱心に取り組み、好印象を与えることができるでしょう。すごい、やっぱ順位がね、上がれば上がるほどいいこと書きますね。2位のヤギ座のあなたの健康運は、あなたが憧れる人の健康法を真似しましょう。ほう、魅力的になった人から話を聞くと、それだけでやる気が湧いてきます。同時に長続きさせるコツや気をつける点など細かく尋ねれば、あなたの良きアドバイザーになってあなたの良きアドバイザーになってもらえるかもしれません。ちょっと待って、文章を読みすぎて口が回らん。続いて1位、お、ラスト1位、双子座のあなたの健康運は、やる気にあふれ、以前から興味のあったスポーツを始めるきっかけが訪れるかもしれません。最初は思ったようにできず投げ出したくなるかもしれませんが、継続させれば効果を体感できるでしょう。だって、はい、皆さんこんな感じです。結構半分から下の方とかはね、ストレスが溜まってるみたいですが、皆さんストレスを溜めないようにね。もう難しいかもだけど、人間なのであまり溜め込みすぎずね、
仲のいい友達とか家族にたくさん入って、はい、自分のなんか癒しとなるものを見つけてね、楽しく今日も一日過ごしましょうってことですよ。はい、朝の占い楽しいよね。私は好きです。わあ、みんな出勤しちゃった？もう出勤しちゃった？うん、あ、ちょうど1000人ありがとうございます。朝から1000人もありがとう。うん、おはよう、おはようございます。そうね、私のラッキーカラー何だったかな。ラッキーカラー、ラッキーカラー、カニ座、シルバーだ、シルバー。そうだ、スカイブルー調べたかった。スカイブルー、スカイブルー、スカイブルー色。あー、やっぱ空色か。空色ですね、スカイブルーは。やっぱりスカイブルー。ドゥ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 ンドゥン、わーい。おはようございます、おはようございます。よいしょ。そう、空の色、水が目の方は空の色らしいので、空色。うん、なんかさ、朝の占いってさ、まあ物によってランキング変わるけどさ、なんか信じちゃうし、なんか1位だと嬉しいしってなるよね。私はなりますよ、あくまで。カニ座11位でも自分にとってはいい内容だった。あ、いいね、いいですね、嬉しい。確かに、なんか順位悪くても、なんかそんな、なんかめっちゃ悪いこと書かれたりはしないよね。まあ、ストレスはめっちゃ書かれますけど、うん、空のを見て癒されたから、多忙な仕事、そのギャップに耐えられるかどうか分かりません。面白い。そうだよね、みんな大変だよ本当に、毎日お疲れ様です。うん、アナウンサー目指してんの？全然目指してません。目指してないですよ。なんで急に？アナウンサーさんはすごいよ。うん、アナウンサーさんすごくない？だってさ、毎日情報違うんだよ。なのにさ、原稿結構覚えて読んでるじゃないですか。結構なんかさ、カメラに向かってちゃんと何喋ってること多くないですか、ニュースとかでも。すごいと思う本当に。多分覚えるスピードが違うんやろね、すごいよね。とかさ、なんか30分アピールタイムとかあるじゃないですか、よくテレビ番組で。そういうの、なんかアナウンサーの方がさせられてる時に、ほぼ全員ぴったりじゃん。すごいよね、訓練。今日の朝ごはんにチーズちくわ春巻き作った。すごい、エイくん。え、朝から？すごいね。待って、チーズちくわの春巻き、待って、朝から春巻き作るの？かっこいいね、すごいよ。ぜひ私にも作ってください。チーズいいね、すごい。朝から揚げ物したってこと？え、朝から揚げ物する人すごいね。なんか朝はなんかね、なんか揚げ物はしなさそうなイメージ。すごいよ、朝からちゃんと料理してるじゃん。
みんな朝から料理しますか？みんな朝から自分で料理作る？朝から料理作りますか？朝ごはん自分で作る人？たまに作る。何作ると？作るときは料理作るじゃん。朝からすごいね。チーズちくわの春巻きはトースターで焼くだけだよ。すごっ。ちくわにチーズを入れて焼くってこと？そういうこと？あ、違う。ちくわにチーズを入れて春巻きの皮で巻いて焼くみたいな。待って、そもそもね、朝から春巻き作ることがすごいの。トースターとかじゃなくて。でもトースターでできるのもすごい、びっくり。いや、トースターで作るってことはさ、春巻きなのに油使わないってこと？ノンフライ的な？ん？ノンフライにはなるのかな。油使わずに作る料理みたいな。朝ごはん食べないです。元気出る？それ大丈夫？ピザトーストは簡単。あー、ピザトーストね。確かにやれば簡単かもね。具材乗せて焼くだけみたいなね。チーズ乗せて、具材乗せてチーズ乗せて焼くみたいなね。確かに確かに簡単。いや、朝ごはん食べないんですか？元気出るそれ。なんか朝しっかり食べないとさ、あれじゃない？頑張れんくない？なんか頭働かんくない？お好み焼き風サラダ作ったよ。すごっ。待って待って待って、エイくんめっちゃ朝から料理するやん。すごいね。だってさ、名前もおしゃれだし。お好み焼き風サラダ、それはどういうサラダですか？ちなみにお好み焼き風やろ？大変。今日だけ交換してあげたいカニとヤギと思ってる。待って待って待って、今日だけ交換してあげたいカニとヤギ。カニとヤギ？待って待って待って、あ、そういうことね。カニ座とヤギ座ね。びっくりした。何のことと思って、急にカニ座とヤギ座ね。見えてますか皆さん？確かにカニ座11位だったもんな。カニ座、カニ座11位だったもんな。10位交換しよう。お好み焼きサラダ気になる。教えて。お好み焼き風サラダやから、キャベツとなんかがあるっちゃろね。リアルなカニとヤギ、そうそう、リアルなカニとヤギを想像したよ。私はリアルなカニとヤギを想像した。大きさが違いすぎるね。まず食べられちゃいそう。まあ、食べないかヤギは。そう、どうやって交換するんやろうって思って、そう思ったけど違った。星座のことやった。普通にキャベツ、ベビースターラーメン。あーそういうことか。なるほど。ベビースターラーメン、天かす、かつお節、温泉卵の上にソースとマヨネーズをかけるだけ。すごっ。待って、キャベツ、ベビースターラーメン、天かす、かつお節、温泉卵。はあ、お好み焼き風やね。確かに。すごっ。すごいね、よく考えたね。それさ、なんか大阪とかでよく食べるようなサラダだったりする？
ご当地それ自分で考えたメニューマイメニュー、どっちにしてもすごいよ。朝からなんか料理だね、朝からアレンジ料理いいね、朝から楽しんでるね。朝はねなかなか難しいよね作るの、うん。でも忙しくても朝から作ってるの偉い。しかもお仕事前とかに作るってことやろ、すごいよ。お休み今日、すごいみんな朝から料理尊敬しますね。朝はねゆったり過ごしたいですよね。ちょっと待って、お茶飲みたい。ルイボス。お、おっと、おー、いたチュルチュルチャラチャラチャランダランランラン、うん、うん、これなんて読むんだ。朝はコーヒー飲みます。おお、朝らしい。朝ねコーヒー、確かにコーヒー好きの方は朝コーヒーだよね。パパもマミも朝かコーヒー飲みますもんね。うん、飲んでますね。そうね、確かにコーヒー好きはコーヒーから始まる一日みたいなのがあるじゃない。大人って感じがする。いいな、朝からカフェ気分。ゆうさんおはよう。今おにぎり作ってカニ缶入れたって、おーいいね、カニ座入れてくれた、カニ缶入れた、行ってきます、行ってらっしゃい。さあの今日も一日頑張っててありがとう、頑張ってねお仕事。もうみんな出勤終わりました、出勤通学終わりました、もう始まっちゃう学校お仕事。そうそう、ランキングを読みましょうかね。どうですか、ブラックコーヒー飲みますか。え、普通やったら飲めるっちゃけど、まあ飲めば飲めるって感じやけど、今は飲めないです。普通は飲めます、飲めますよ。うん、でもやっぱねお砂糖入れる方が好きですね私、お砂糖とミルク、うん、好きですね。みんなのファンレベルが上がってる、すごい。かずにさんかわいい、ありがとう、ありがとう。ミルクいっぱい、いやミルクは1個ですね、うん、ミルクは1個、うん、ミルクさいっぱい入れてもねえ、ミルクいっぱい入れたらどうなるっちゃろ、味がめっちゃマイルドになるのかな。ミルクは1個しか入れたことないかもしれない、うん、ミルクは1個ですね。お砂糖は違うけど1、2個、ガムシロップ、ミルクね、うん、ちっちゃい頃ねミルクあれ飲むの好きだった、ミルクだけを。やっぱさすがちっちゃい子やね。うん、やっぱミルクは小さい子のものなんですよ。
そう、ミルクもお砂糖もかな、小さい頃は飲むのが好きでした。私ミルク、うん、両方かな。そう、飲むの好きで開けて飲んでましたね。そう言われてみれば、うん、やっぱ赤ちゃんは好きなんですよきっと。いや、まあその赤ちゃんの時じゃないけど、でもめっちゃ幼少期、うん、飲みたくなるんですかね、やっぱミルクの時間じゃなくて、ミルクの時間っていう年齢じゃないけど、ご飯の時間じゃなくても。そう、しかもさ少ないやん量、まあそのちっちゃい子にとってはその量多いかもだけど、まあちっちゃいじゃん今の私からしたらっていうか今のみんなからしたら。そうそう、だからそのこんぐらいのサイズの飲んでましたね。そう、小さいお手手でね飲んでましたよ。そう、なんかさ大きくなったらなんかありえないなって思うようなことを小さい子はできるよねって思う。うん、懐かしい。甘いのって、ミルクはあんま甘くないじゃない。まあその時は甘かったかもだけど、今ミルク飲んでもさ甘くなくない？ミルクならまだ飲めると思うよ。シロップはきついけど、今一人今飲んだらめっちゃきついけど、うん、単体で飲んだことない。まあそうだよね、普通飲まんよね。財布忘れて戻ってきた、待って今度こそ行ってきます、行ってらっしゃい。すごい、財布忘れるってサザエさんじゃん。すごいね、でも気づいたの偉いよ、ついてから気づいたりしそう。なんかでもさ途中で気づくの悔しいよね、なんか時間ないのにって思っちゃう。うん、時間ないのになんで今日に限ってって思っちゃうよね。なんかもうさその行く場所に着いたらさ、あ忘れてるしみたいな、もうでもしょうがないかってなっちゃうけどさね。途中で気づくと辛い。おはよう、コンビニ行ったから財布なく、待ってコンビニ行って財布ないわ、ちょっと恥ずかしいね。お金払うときに気づいた、もしかしてめっちゃ恥ずかしい。払うときに思い出す、うん、確かに払うときにね。でもさピッピ終わった後やったらさなんかめっちゃ恥ずかしくない？近くてよかったね。忘れ物多いのでよくわかります。おー嬉しいですね。そうとかさ、なんかイヤホンとかさ使わんけどなんか持っときたいやん。だからなんかイヤホンとかを忘れるとあーってなります、私割と。うん、イヤホン。今日の夜は茄子の照り焼き丼作る。すごい、待って待って、えいくんさなんかおしゃれなものいっぱい作るね。すごいね、なんか普通のなんか天丼とかさ卵丼とかさ、なんかうーんなんていう、そういうなんかカツ丼とかシンプルな感じじゃなくて、茄子の照り焼き丼ってね、なんかねちょっと凝った感じ、すごいすごいと思う。うん、料理好きかな、素晴らしい。うん、偉いね、私にはできない朝から。
よし、じゃあそろそろランキングを読んでいきたいと思います。はい、ランキング読むね。あ、ここランキングじゃない。13位、キラキラ星さん、ありがとうございます。12位、カメムシ兄さん、ありがとうございます。11位、コーヒータイムさん、ありがとうございます。10位、 YKYK アットマークリランチュさん、ありがとうございます。9位、トモンさん、ありがとうございます。8位、ブちゃん、ありがとうございます。7位、オメーラさん、ありがとうございます。はい、と6位はピンクカメオさん、ありがとうございます。5位はナーラブさん、ありがとうございます。4位はムムさん、ありがとうございます。3位はカラスのカーコさん、ありがとうございます。そして2位はトシくん、ありがとうございます。そして1位はカズニーさんでした。ありがとうございます。嬉しい。9時半から午前中だけ作業してきます。おお、頑張ってください。良い一日を、皆さんも良い一日をお過ごしください。お、サーナの声いっぱい聞けて嬉しかったです。本当に嬉しい、そうやって言ってくれて。朝から忙しい中見に来てくれてありがとうございます。皆さん、お、会社に着きました。ぴったりよん。お仕事頑張ってきます。って頑張ってね。 T ポイントカードはお持ちですか。いや、お財布お持ちで、お財布お持ちでありませんって言った。待って待って、恥ずかしすぎる。で、一回戻ってまた行くっていうね。おはよう、みんな。ってことで、今日も一日皆さん頑張りましょう。それでは行きましょう。せーの、空のじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキでーす。皆さん、今日も一日頑張りましょう。えいちゃん嬉しい。くまちゃんありがとう、ありがとう。はーい、チョキ、今日はチョキ。はい、皆さん、今日もお仕事、学校と頑張りましょう。それではバイバーイ。頑張ってね、みんな頑張ろうね。バイバーイ。切っちゃうよー。